あんた、嘘つきだね。皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。あら、今日はアモングアスじゃないのね。あ、今日はアートインポスターで遊んでいくんだぜ。アートインポスター？そうだぜ。簡単に言えばお絵かき人狼だな。お絵かき人狼？口で説明するより見た方が早いな。レ夢ムの頭がパンクする前にとっとと行くんだぜ。そうしてくれると助かる。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ゲーム自体はアーティストとインポスターに分かれるぜ。今回はどっちになるかしらね。役職はお題が決まった後に決定されるぜ。だからお題は自分の好きなものでいいと思うぜ。今回はファンタジー職業ね。そしてこの後に役職が割り振られる。あら、お題が出てこないわね。つまりインポスターだということだ。いきなりインポスターなんて引いて大丈夫？問題ない。騙すことにかけては大量がしているからな、私は。一体どこからその自信が出てくるんだか。大勢の人がいる街か。職業って聞かれてるのに、街っておかしくない？いや、これでいい。これでいい？このゲームはおそらく想像力で勝つゲームだ。そしてアーティストはインポスターに、お題がバレないように勝たなければいけない。お題がバレるとどうなるの？最後の最後でインポスターに、逆転負けすることになる。あ、ワードウルフみたいな感じか。あ、その認識でおおむねいいと思うぜ。あ、そういえば聞きそびれてたけど、これでいいってどういうこと？今回のお題はファンタジー職業だ。レ夢ムならそれを聞いて何を思い浮かぶ？トラー剣とか魔法とか？そうかもしれないな。だがインポスターである私にそれを、知る術はない。それじゃあどうするのよ。わからないなら借りればいいだけの話さ。借りるって何を借りるのよ。同じことを二度言うことは嫌いなんだぜ。何度も言わせるってことは無駄なんだ。それじゃわからないから聞いてるのよ。想像力だよ。想像力。想像力？まずはじめにお題を当てる前に、インポスターは絵を一枚出さなきゃいけない。そしてその絵でバレてはいけない。バレても最後に逆転できるのよね。逆転はできるがそれはあくまで追加要素でしかない。レ夢ムもさっき言ってたろう。ワードウルフみたいな感じだと。もし私がアーティストで、インポスターが分かったらもう情報は出さない。そうしたらもう逆転勝ちも狙えなくなる。これゼルダよね。明らかにゼルダだな。なら職業は剣に関わる職業かしら？いやまだそうとは断定できない。だからこそ職業に絞らず、よくある風景になるようなお題にしたんだ。なるほど、だからこその街か。はぁ？私注文したの街だよな。どこに街の要素あるねん。このゴミ AI が。けど初手にゼルダが出たから、合わせに行った感じね。ゼルダが出てなかったら割と、積んでたかもしれんな。今度はドラクエね。これは本当に剣に関わる職業かもしれんな。なら狙うなら次は剣。いや、合わせに行くよりここは一貫性を持たせた方が印象が良いだろう。あら、一人を提出できなかったみたいね。では1枚目出せなかった人の絵ね。なんか上でこっそり書き直すって出てるけど。あ、インポスターだけは1回だけ書き直すことが可能なんだ。何それずるじゃん。まあインポスターだからな。題がわからない分、不利になりすぎないように配慮したんじゃないか。これはどういうことだ？印象的に剣とは限らないのか？どちらかというと、剣より魔法ってイメージね。印象としては。これはいいんじゃないか？アーティストが私に寄せてきてるぞ。つまり1枚目の選択が、正しかったっていう証明になるわね。もうほぼ価値を確信してるんだが。ここはどの絵を選択するの？選ぶなら真ん中の森と花嫁の絵かな。なんでまた花嫁？レ夢ムよく思い出してくれ。ドラクエの絵が出てきてるんだぞ。ドラクエの中でも屈指の人気作に、花嫁が出てくるシリーズがあったじゃないか。ここでアーティスト側の印象を、確実にしておきたいんだよ。ここで価値を取りに行くわけね。おや、インポスターは登場できないのね。習いはもちろんのこと、印象も良くないとインポスターに、勝ち目はないわけだな。さて結果は？全く疑われることなく、勝利だぜ。右下のアーティストの人は1枚目提出できなくて、印象悪くなっちゃったのが、残念だったわね。今回はこんな感じだったぜ。提出してくる上で判断して、誰がインポスターか当てるっていうのも、面白かったわね。この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いするんだぜ。それではご視聴、ありがとうございました。